はい、皆さんこんにちは。はじめましての人、はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのシティーズスカイラインプレイステーション4版ということで、本日も楽しく一緒に冒険していきましょう。はい、前回ですね、街をね、初めて作ってみたんですが、むちゃくちゃな街になってしまって、しかも、市長との評価もめちゃくちゃ低かったということで、最後赤字になってしまってね、赤字の回収の仕方がわからなかったので終了ということで、しましたよね。で、なので今回はですね、ちょっとまた新しいというゲームということで、新しいマップでやります。はい、でマップですね、一応ですね、調べてきたんですが、これがね、なんかやりやすいらしいですね。これか、グランドリバーか、どっちかがなんかやりやすいらしいんですよね。天然資源がないのかな。こっちの方がいいのかな。ヨーロッパ風。ヨーロッパ風にしたら、なんかヨーロッパの建物がね、建つらしいんですよ。こっちの方がいいんじゃないですかね。じゃあ、これにしましょう。で、都市名は、はい、ではですね、名前はね、テリオンシティということで行きましょう。で、マップはグランドリバー、左側通行ということで、天気変動昼サイクルはあるということで、チートはなしでいきます。はい、こんにちはということで、前回ですね、ちょっとやってたので、大体勝手は分かってますので、じゃあ街づくりしていきましょう。めっちゃ真ん中に川があって、なんか住居建てられるスペース結構少ないですね。そしたらまず道路をね、作らなきゃいけないので、こちらに道路を作っていきたいんですが、ですね。ここに道路を設置します。はい、どうしようね。この角度を設定するのは、どうしたらいいんだ？前回と一緒で、これもね、お試し企画ということですので、一応今回は、どうしような、ここの、取水場までね、頑張って、作りましょう。どうしましょうね。ここから、横に、ちょっとずれて、角度作るの難しいですね。で、で、またちょっとなんか、中途半端なあれになりましたね。そしたら、ここに発電所を建てましょう。発電所。はい。じゃあ、ここに、ドーンと建てて、で、で、水道施設ですね。水道の、取水施設。で、水施設を、この辺から水を取って、で、排水施設ですかね。こっちが排水かな。こっちをじゃあ、ここにドーンと建てましょう。そして、電気を、ここに供給しないといけないので、電力を供給したいんですが、電気も通ってますね。じゃあもういいや。水道管をじゃあここで、こう街中にね、こう巡るように。はい。とりあえず直線でね、やっといたらいいんですよ。とりあえず。もう、また無計画だ。こんな感じでやって、で、今回いいんじゃないですか？チキンナーには なってないですよ。で、住居は、内側にね、住宅を建てると結構うるさいかもしれないので、住居は、大体こう外側にして、そして内側は商業地区にしましょうかね。失敗した。全部商業地区にしちゃった。じゃあしょうがないですね。もうじゃあもう全部内側を住居にしましょうか。こんなつもりはなかったのに。じゃあ内側を住居にしますね。よいしょ。はい。はい。はい。ということで、工業地区がね、これだとなくなっちゃうんで、ちょっと道路をね、伸ばしちゃいましょう。高速道路。道路をここに伸ばして、こことこことか繋げたりしないかな。いけますね。はい、ドーンと置いて。で、こっちとか橋とか作れない。橋作れますね。でもシンプルに、こっからここまで道路を建てましょう。だいぶちょっと操作が慣れてきましたね。ですね、大きな街を作る区画を大体決めたいので、これで大体区画ね、3マスぐらい取って、っていう感じしていきましょう。あんま大きな街を大きく作りすぎちゃっても、電気通したりするの大変なんで。じゃあこんな感じで、ちょっとね。前回よりはマシなんじゃないですか、全然ね。この真ん中、真ん中そうか、真ん中全然建てられないですね、これだとね。そうすると、一区画ごとに、でまた道路を、はい、ボーンと建てましょう。で、こっちの区画も、道路建てて、いいじゃないですか、めっちゃ綺麗な街になりましたよ。そしたら、ちょっと時間進めましょうか。はい、発電所が建った。そっかそっか、電気、ごめんなさい、電気を通してなかったですね、まだ。
電線を通さないといけないので、電線、これか、電力を町に通したいんですけど、そしたらこっから、まずここら辺までドーンと電気通しましょう。で、あ、この発電所の建て方、なんていうか、この、なんていうか、送電線の建て方難しいですね。で、これもここまで行きましょう、送電所ね。道路を越えてますよね、大丈夫ですよね。で、送電をまたこっちまで伸ばして、そして、ぐーっとここまで伸ばして、こう繋ぎましょうかね。こっから、あれ？こっからじゃもうここに繋ぎましょう。直接。はい、ドン。いいんじゃないですか？で、ここ送電して、そしたら、こっちも送電したいですよね。真ん中のところにうまく送電できないかな？なので、こっちから、この上まで、こう来て、わーってここまで作って、お金大丈夫？今回。お金が心配なんですよ。で、あとは、ここまで繋げば、場所を間違えた。間違って施設や道路を設置してしまった場合は、これで解できます。はいはいはい。あ、建てられたばかりの対象を撤去すればほとんどの資金は取り戻せます。はい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 。施設の移転を、あ、そういうのもできたんだ。電気はここは通ってないことになるのかな？そしてここまでうまく持ってきて、OK かな？これで OK でしょう。電気が通ったので、あとは真ん中のこの辺に電気を通していくっていう作業をすれば、全部に電気が通ると思うので、これで電気を通しましょう。いいですね、この、正解したからね、この音。OK。これで電気通ったんじゃないですか、全部。お金は OKOK。まだ余裕があります。はい。じゃあ皆さーん。はい、皆さーん。レイオンシティにやっていってください。電気通ってますんで、今回は。ようやく町に美味しい水が行き届いた近代文明の幕開けだ。市長かっこいい。え？水道行ってる本当に。あ、この区間しか行ってないですね。ダメだダメだ。水道もちゃんと通してあげないと。ここまで一旦繋いで、シュッと再、ここまで広げて、そして、いいですね。だいぶ操作慣れてきましたね。そして、ここを通して、こう。あ、いいじゃないですか、めっちゃ。これで全地域カバーできてるのかな？あ、どうでしょうね。ちょっと真ん中の方が見えづらいって、色が分かりづらいですね。あ、でも真ん中通ってないな、これ。ここですね、この区画。この区画をしっかり通しましょう。これで、私の名声もうなぎ登りですよ。これで大丈夫かな？ちょっと水道はまた分かんないんで、また訴えが来たらって感じにしましょうか。あ、そうそうそう、今回は割かと、早く町が立ってますね。あ、これ もっとエリさんに押したら早送りできるですね。あ、まあまあちょっと見ていきましょう。ここ商業地区でしたよね。あ、まだ家の指定とかしてなかったですね、そういえば。まだ全然建てられるんですが、あんまりやりすぎてもあれなんで。どうしよう、ここら辺、でもこの辺ぐらいちょっとやってみましょうか。ここを住宅地にしましょうか。あんまり交通アクセスがいいかどうかちょっとわかんないですけど。で、ここを一応道路を作って、あ、失敗した。払い戻し。払い戻しってやったと、どうやって払い戻すんですかね。払い戻してくんないですよね、結局。ここまで、こう、道路がめっちゃ太いんですよ。どうしたこれ。こんなに太くするつもりはないんですけど、なんか押したら太くなるとか言ってましたよね、道路ね。しまったな、ちょっと道路ここつなぎたいんですけどね。うわ、すごい、もうなんかお金がめっちゃなくなりましたね。ちょっと様子見ましょうか。経済パネルでは税金を管理し、収支を確認できます。都市の成長を続けて良好な経済のためのオプションを解除しましょう。今度はね、人来ると思うんですけどね。53人。どうかな？何か問題はないでしょう、一応。まだ。住居もできてますし。上下水道もしっかり通ってるはずなので。ああ、大丈夫ですよね。電気もちゃんと通ってますよね。うん、電気もしっかり通ってる。あと家の設定だけでしっかりもうちょっとしてあげれば人が来るのかな。
住居、あ、工業は全然ないのか。工業はない。工業地域作ってないですね、全く。そりゃちょっと人が働きに来ないですね。この辺ちょっと工業地域にしちゃおうか。じゃあここら辺ね、町の外側を工業地域にして、で、まああとこの辺を住人たちが来るような場所にしましょうか。はい、ドーン。キャサリン・クラーク、津波の脅威が世界的な脱原発の要因となっている環境汚染度の、あ、ちょっと読めなかった。住宅商業、住宅みたいな感じでいきましょうか。ね、左と同じ感じで。はい、じゃあ商業地区。ね、計画性がね、あんまりない、ちょっと適当な思いつきの街ですが、まあ割かとね、区画整備はされてるんじゃないでしょうか、今のところは。あ、電力が足りてないところだぞ。どうしたどうした、電力がないぞ、ここだけ。あれ、なんでここひどいな、信号。いや、ここ壊したいんですけど、どう、壊し方がね、いまいちわかんないですよ。はい、ここ壊す。はい、これで壊したいんですけど。あ、なるほどなるほど、これで壊せたのか。あ、なるほど、これ早い申しが入って、こいつなんで電力はないんでしょうね、この家は。電気はこっちですよね。電気通ってそうですけどね。あー、なんかギリギリ通ってないと地域があるのか。そしたらどうしましょうね。じゃあここに電線を立てましょう。これで大丈夫でしょう。電気も取ったんじゃないですか。大丈夫ですよね、きっと。取ってない？あ、オッケー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 、大丈夫ですね。じゃあ問題がある家はもう ないですよね。もうね、もう赤字になるのが見えてるぐらい、もうね、収支がやばいっすよ。こんなに頑張ってね、今回はもう綺麗に作ったんで、しかも前回よりちょっとやりやすい気がしますね、マップ的にね、やっぱり。ちょっとあっち側につなぎたいな。あっちのジャンクションからのね、住人を呼び込みたいですね、こっちの町にね。お金がでも足りるかな。こっち、外部との接続が必要。都市を高速道路に接続してください。人々が転居して商品が輸入されます。高速道路ね、じゃあ作りますか。しょうがないな。高速道路は、道路幅広に行くか、6車線一方通行道路。高速道路に接続する、これは何、2車線一方通行。まあ一方通行はいらないですね、もう。2車線道路を、じゃあこっちの外から入ってくる側だけを。あ、足し金足りないか。無理ですね、橋つなげてここまで持ってくるのはちょっと無理ですわ。あ、じゃあこっちで頑張って入ってくるのを待つしかないですね。こっち側、しかも道路が全然人が来ないですよ。あ、なになに、こんなところになんかあるぞ。あれ、なに、港か。道路ね、こっち側走ってんすよ、みんな。しまったな、こっち全然走ってないですよ、車が。もう全然人来ないじゃないですか。あ、でも人口結構増えてますね、261人。いや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 、ありがたい。でも今んとこ、あ、しかも収支的にはマイナスがちょっと減っていってるじゃないですか。あ、いいですねいいですね、いいぞいいぞ、どん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 増えてくれ。この家は誰が住んでんだ。オリーブレジデンスさん、誰も住んでないぞ。え、なになに、家は建ってるけど人がいないってこと？
大人、なんかちょっと字がちっちゃくてちょっとごめんなさい、見えないですか。大人8人ってことか、これ。子供6、大人8、すごいですね。で、大所帯。教育を受けていないコンビニエンスストア。なるほど。商業地区は、ちょっと足らないとかないですかね。いや、大丈夫ですよね。結構家も商業も工業もあるんで。まあ、工業は、まあ少ないですけど。どうしよう、産業が足らないかな。ちょっとこの一番外側のラインを工業地帯にしましょうか。はい。ドーン。ドンと。はい、これで、ちょっと様子見ましょう。あ、なんか走ってますね。うわー、ガヤガヤしてる。何これ、パチンコ店これ何屋さんですか。ネイバーフットショップ。名前変更ボタンを選択し、丸を押すと、あー、なるほど。あ、すごい、みんな、あ、やばいやばい、いっぱい人が来てる。アシュトンリードね。あ、ドラッグストアの清掃員なんだ。クワイエットコーナー。何屋さん、クワイエットコーナーって。あ、いいですね。303人。結構増えてきましたね。パークレジデンス。うん。あ、いいぞ。なんだ、このフェラーリみたいなのが走ってるぞ。なんだこれ、スポーツカー。石炭火力発電所。石炭火力発電所に勤めてるとスポーツカーになれるんですね。めっちゃいいじゃないですか。収支がどうなんだ。スポーツカーちょっと追跡してみようか。あ、なんか止まってるぞ、スポーツカー。チャールズ・ブラックウェル。あ、夜になりましたね。この車はなんだ？ニューバギー、トニーブレイク追跡しようか。何どこに来たん？あ、これ家に帰ったのか。え、めっちゃ出てきた。あ、お家に帰るんですね。あ、いいな。みんな楽しそうにしてるじゃないですか、トニーブレイクさん。これもうちょっと拡大できないかな？もうちょっとね、もうちょっと迫りたいんですよ。住人の生活に。ね、私、市長がね、もう少ししっかりとね、住人の生活を見たいんですけど、うわー、これ発電所すごいっすね。もう一大産業ですね。もう発電所ね、持ってるみたいな。何これ。あ、レジデンス。歴史的施設？そうなの？いやー、虫の音がいい、気持ちいいですね。夏の夜って感じ。今冬ですけど。人口もどんどん増えてきて、もうちょっと進めてみましょうか、早くね。早くするのはどうしたらいいんでしょうね。L3、長押しかな？あ、長押しだ。はい、街が。立ってきましたよ。だんだん。2020年2月19日。うん。いいですね。2020年ですよ。今。はい、ちょっと戻して。収支は622ドル。マイナスですね。どんどんお金がなくなっていっちゃうんで。あ、どっかでね、税金ちょっと取りましょうかね。あ、綺麗だな。この街灯って綺麗ですよね。でもこういうの維持するのにもお金がかかってくるんでね。あ、もう全然さっきと違うね。さっきも本当何だったんだっていうぐらいひどい動画になってますよ、絶対に。第1回目はね。うん。鉱石輸送車。ここはね、ちょっと、しばらく、ドーナツ販売車。追跡しよう。ドーナツ販売車。どこ行くんや？あ、こう、街の外に出て行っちゃう感じなんだ。なるほど。こう、街で作ったものか、あるいは、
外からドーナツを持ってきてくれて商品を納入してるとはそういう感じなんでしょうね。このストリートさ、これしかお店がないんだけど、コンビニエンスストアしか。なんでなんで、しかもめっちゃなんか赤字なんです。赤字を、小さな集落、人口が360人に達しました。税金、あー立派な村に次行けると新しいエリアができると、はいはい、条例とかもできるようになるんですね。あ、融資がもらえると、なるほど。まあ、今回は新しいサービス、ゴミ収集車と医療と教育、あ、はいはい、で小学校と集積所と診療所と小学校、小学校か、小学校ね、どっか建てちゃう小学校。医療&教育、市民の健康を維持するため医療施設の数と道路の接続状況をご確認ください。公害、犯罪、水質汚濁などは市民の健康度を低下させます。救急車は病人を搬送しますが、患者は自家用車を使用することもできます。年月が経過すると市民は健康であっても最終的には死を迎えます。怖、遺族は哀悼の意を表して死者を墓地に埋葬します。墓地や火葬場は死者を搬送するために霊柩車を派遣します。施設を建てる際には道路から効率的な運営が行き届く範囲を確認できます。教育、子供は小学校、10代は高校、青年は大学で教育を受けることができます。教育機関によって卒業する年齢が決まっているため、住民の教育レベルを向上させるには時間の経過が必要です。ああ、なるほど。学校教育によって教育を受けて大人は様々な産業やオフィスにおいてより高いレベルの仕事をすることができ、都市のテクノロジーレベルを向上させます。施設を建てる際には道路から効率的な運営が行き届く範囲を確認できます。なるほど。置いたらとりあえずなんかどれぐらいの範囲まで教育が広がるかとか分かるってことなのかな。あー、というか建設費高すぎじゃないこれ。あ、でもお金のボーナスもらってるんだ。まあでもまず学校ですよね。学校建てましょう。教育、あー、なるほど。どれぐらいの範囲、これぐらいの範囲だったらまあだから全部、あー全部はいかないか。でも商業施設とまあ住民のね、住民がいる居住施設に建てた方が良くないですか。まあまあ関係してるかどうか分かんないですけど、だからこの辺りの道路ですかね、ここの辺に行き渡るように学校をちょっと一個ボーンと立っちゃいましょう。この下のこことかいいんじゃないですか、学校。ここ。建てられそうですね。結構広く行きますよ、これ建てたら。じゃあ、ここに道路、学校ボーン。デクスター・フィンチ、メイヤーが教育に注力、市長、市民はこれに、感激。うわ、これ小学校、結構かっこいい小学校ですが、こんなさ、めちゃめちゃな体に悪そうなところによく立てたね。フランク魚肉ソーセージ、フランク魚肉ソーセージ屋の目の前に小学校が、テリオン小学校があると。テリオン小学校はどれぐらいの人がいるのかな。今正常稼働中。小学校は小さいエリアの子供たちを教育します。うん、名前の変更、建物の移転、予算か。なるほどね。あ、でも住人があんまりなんか来てないですね。どうだ、予算がね、まだマイナスなんですよ。これをプラスにしたいんですよね。道路をあっち側まで伸ばす、頑張ってこっちのこれでもいけるっちゃいけるんですよね、頑張ったら。じゃあこれが、これ何道路、これ、あ、未舗装道路か。これをじゃあちょっと頑張って持っていきましょうか。こっちが入る側ですよね。入る側をちょっとこれでブワーって伸ばしたら、あー、ちょっと無理か。あと3000ぐらいですか。まあ、ちょっと無理ですね。それならこっち側で頑張ってもらうしかないですよね。
そしたらなかなか人が増えない。ちょっと早送りしましょうか。ちょっとじゃあこっち側の居住区域をもうちょっとね増やしてみましょうか。で住居をあとここにちょっとドーンと増やして、はい、で、商業地域をまたここに作っちゃいましょう。いーよっと、はいはい、で、最後こっちは工業にしましょうね。全体的に工業少なめですけど、これでちょっと様子見ましょう。これでもう建てるとこなくなったんで、ちょっとこれで様子見ましょうね。テリオンシティ、もう病院建てるお金ないんでね、みんな風邪ひかないようにしてね。なんだこれ、アイスキューブファクトリー。へえ。ここはボックスファクトリー、フランク魚肉ソーセージ、グッドス株式会社。なかなか建たないですね、建物がね。ここちっちゃい家ですね。アンダーヒルレジデンス、大人2人、教育を受けていない。うん、あ、なんか新しいのが建ってるぞ。ここは何屋さんだ。あ、ここドラッグストアか。人口は一応492人ですか。結構増えてきましたね。あ、税収もそろそろプラスに転換するんじゃないか。もうちょっと人数が増えたら。期待してますよ、私。あ、なんだ、なんか足らないって言ってるぞ。あ、これ病気になったってことか。もしかして。この夏、北極点で日食が観測される予定です。あ、そうなの？これは病気になったってことですよね、このアイコンは多分。あ、労働者が足りませんか。労働者が足りません。ああ、人が、まあまあもうちょっと頑張って。ここは何。あ、市民が病気になりましたか。しまったな、もう建てるお金がないんですよ。ごめんなさい、病気にならないようにしてって言ったじゃないですか。あ、やっぱちょっと病院必要だったかな。まあ、あと基本待つだけですもんね。待つだけしかないですよ、基本的には。住民が増えてくれるのを祈りましょう。一応予算的にもね、マイナス101位になってきたんで、そろそろ結構プラスに転換してくれるんじゃないですかね。マイナス68、次ぐらいいくか、プラスに。ああ、マイナス40か。あ、いいですね。労働者不足も解消されてきたんじゃないでしょうか。あ、でもちょっと病気が流行ってますね、テリオンシティね。あ、そうか、ゴミ収集車か。あ、そろそろゴミ考えてなかったですね。あ、ちょっと、騒音がうるさい。え、でもゴミ収集車ってまだ、アイコンが出てない気がするんですけど、なんでこの辺にもしかしたらゴミ収集車があるのかな。これか、ここのどっかにあるのかな。あ、ないですね、ゴミ収集車。あ、やった、予算がプラスになった。ゴミ収集車の作りたいんですけど、あ、これか、ゴミ収集車。あ、違う、これか、これだ。4000、集積場。どこら辺の範囲いける。あ、これぐらいか。え、でかいな、集積場。ゴミ収集はどうなってるんだ。ゴミが積み上げられて灰がたかってる。
頑張って作るからちょっと待ってゴミ収集車を。まあちょっと住宅地のあれなんで兼ね合いがあるんでちょっとこの辺に建てちゃいましょうか。はい、ドーンとしてでゴミ収集車建てました。ゴミ出しが前よりずっと楽になりました。ということで道路をねちょっとこっちも建設しちゃおうかな。はい、道路ね、そしたら道路を何区画ぐらい行きましょうかね。やっぱ2区画にしようかな。2区画のこうで、でこうしましょう。いいんじゃないですかこれ。うん、で縦だけだとねちょっとあれなんで、ちょっと5番の目状にしたいので、どっかで横つなげるとこないかな。なんだこれ、なんだこれ、何か問題が起きてますよ。あー病気か、こっちも病気か。ちょっとねそれ建設できるお金がないんですよ。病院も1万だったよね確かね。あー1万ね、次700人超えたら多分ボーナス、700何十人超えたらボーナス来ると思うんで、ちょっとボーナスまで待ってください。あーってやばい、電力が切れてるぞ。ここ電気ちょっと止めてこうか。電気のこれを、あまあまあ一応電線は切れてるけど電気自体は通ってるって感じですか。こっから通すことはできないということで、一応じゃあこっちに置いてボンボンボンでいきましょうか。はい、電気通して時間経たして、もうこのゴミ集積場は完全にちょっと失敗だと思うんですから、けどまあしょうがないですね。これなんとかしてもらうしかないで、お金は一応ねプラスになってきて、だいぶ良くなりましたよね。病気だけなんとかしてあげたいんですけどね。じゃあ住居、もうちょっと住居ね誘致しましょうか。もう結構埋まってますからね人がね。あ商業がなかなか立たない、住居だけはなんとかなってるみたいなんで、こんなこの状況で子供たちをどこで産業廃棄物が土壌から見つかる。あちょっとごめんね。住居だけはこう建てとくんで、で、そしたら水道と電気だよね。電気は通ってるから下水をちょっと見ましょう。水道をどうしましょうね。ここまで通してで、こっから上通してで、こうかな。はい、じゃあ水道もうまくいったね。電気水道は OK で利用して、もうお金がない、やばいっすよ、もうお金がない。うわ病気が蔓延してる。あやったやった、人口750人。マイルストーン、新しいエリアで新しい機能で、あ、融資が受けれるようになった。条例と特区指定と公共サービスが充実。消防、警察、特殊施設。産業重視、産業特区、林業、あ、林業か。あ、省エネ、水道使用量制限。火災報知器提供。消防署、警察署、消防署、警察署。はい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 。アムステルダム宮殿、何これ。特殊施設大聖堂、あーこういうのがどん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 解禁されていくんですね。なるほど、まあ、とりあえずお金が入ったはずなんで、あ隣接地域の併合が可能になりましたということで、あ2万1000だって。とりあえずねさっさと病院建てて、今回病院建ててじゃあ終了しましょうかね。病院はこの辺で結構病気が繁栄してるので、これ回転とかできない、回転とかできたりしないですかね。これ回転でも病気が発生するのって大体こっちの工業地帯の方々なので、ここに建てます。はい、じゃあ病院を建てたということで、
ちょっとじゃあ進めてみましょうかね。病院の状況だけ見ましょうか。インフルエンザ予防接種。あー、病院。あ、もう救急車出ちゃった。早いね。うん。これなんだ？うん。もう、だいぶやばい状況になってたということですかね。まあ、収支的にもプラスになってるので、うん、だいぶ明るい状況じゃないでしょうか。はい。で、1万2000あるんですが、まあ、向こうと繋ぐのはまだ早いかなって感じですよね。で、ここの住居も一応立ってる状況ですね、今ね。うん。はい。結構いいね、街になってきたんじゃないでしょうかね。これちょっと余計だったな。ねえ。そしたらね、この外側をどうするかですよね。住居にするか、商業にするか。商業がなかなか立ってないんですよね。工業もね、人はいっぱいいるんですけど、商工業は全然育たないっていうね、悲しい街になってますよね。じゃあここをじゃあ工業地区にまた設定しといて、商業建ててもね、結局人が来ないと商業も建てられないですから、道路だけじゃちょっとここに道路をね、建てときましょうか、一個ね。はい、じゃあここに、この真ん中に人を呼べるように、じゃあここぶっ潰しちゃう？で、道路を建てて、水道は大丈夫ですよね。電気も多分大丈夫。あ、電気が大丈夫じゃないのか。電気がやばいですね。じゃ、電線をこの区画まで伸ばして、はい、ここまで来て、一応水のなとこも中にも建てられるんだね。で、ここ、あ、これいけるか？あ、ちょっとまあ壊しちゃったけど、まあしょうがないですね。うん。で、ここをちょっとブルドーザーで、この1区画だけをじゃあ壊しましょう。あ、で、家ちょっと壊しちゃって、ごめんなさいね。これ多分電気通ると思うんで。はい。ちょ。どうしたこれ？何があった？あ、病気か。病気になりまくりますね、この辺ね。やっぱちょっと工業地帯のそばにね、ある家は病気になりやすいですね、皆さんね。残念ながら。病院もう一個作っちゃいましょうか。一台一個じゃちょっと稼働しきれないかもしれないですね。あ、病院、そうか、1万か。資金が足りないんだ。いや、これはちょっとまずいぞ。人口の増え方が。廃棄物。トロフィー獲得しました。霧模様。あー、なんかスモックがあれなのかな。やばいな。順調だと思ってた町がちょっとだんだんやばくなってきたかもしれないですね。どうしよう。産業廃棄物、もう一個ゴミ処理場を作りたいですね。公共サービス。はい、ゴミ処理場。今現在ゴミ処理は行き届いてない地域はどこなんですか？そこそこ行き届いてる、全部の道路行ってるんじゃないですかね、ゴミ処理。1台じゃ1個じゃ足らないって感じですか、ゴミ処理場が。まあちょっとしばらくでも待つしかないですね。これは裕福な顧客を引きつけることができれば施設レベルが上がります。あ、いいですね。ここの住宅地はもうだいぶ綺麗な感じで建ってきましたね。ここだけですよ。ここがちょっと工業地帯のせいで、工業地帯壊す、ちょっとここの、それありですよね。工業地帯のせいでちょっとね、体調が身の悪くなってる可能性があるんで、
発電所はまあ、ありにしても工業地帯だけちょっとぶっ壊しておきましょうか。その方がなんか良さそうですよね。ここ何屋さんでしたっけ。ああまあもう、まあ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 、もう切るしかないですもん。だってこれはしょうがないです。君たちのせいでみんなが病気になってんや。はい、ここを壊して、それでここを、まあ、住宅地にしましょうかね。工業地域だったのを住宅地。あ、ここ商業だったのか。ミスしくったな。あー、消えた。あー、なるほど、四角を押すと消せるんですね。では住宅地にしちゃいましょう。ここもね、でここも住宅地にして、あ、ここ住宅地はダメですね。ここ消して、あ、ここもじゃあ商業地区にしましょう。で、うーっと下げて、まあ、工業がね、どう考えても少ないんですよ。商業もちょっとね、右下のパラメータ見る限りはあまりよろしくないと。はい、じゃあちょっと私の町のちょっと状況を見てみましょうかね。状況、経済、低密度の居住区画 9%、 低密度の商業区画 9%、 うん、収入はなるほど、税金か、なるほど、税金ね、住民から結構取ってるね。商業地帯も取ってるし、観光客、あ、観光客も落としてくれるんだ。工業が少ないですよね、やっぱりね、この町は工業が少ないですよね。工業なんとかしたいですけどね。はい、また税収入ってきましたよ。病気になってんのはね、この地域ばっかりなんですよね。まあまあまあ、原因はこれなんですけどねこれな、海の向こうとかに建て直したいですね。建物移転でね、もっとめっちゃ遠くにしたいですねちょっとこんな街中に建てすぎましたね絶対ここの住人もね、病気になりますよこれあ、でも減ったね、病気。いいんじゃないですか。901年、結構順調ですよ、テリオンシティね。あ、しかもめっちゃこっち側も人が増えてきましたよ、テリオンシティさん。いいんじゃないですか。あ、ここら辺にね、なんか公園とか置きたいですよね。もう2個目の病院が作れるぐらいお金が貯まってきましたね、やばい特に何もしなくてもお金が貯まっていくっていう、この好景気、好循環、すごいですね。人がもうボン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 こう新しく土地をね、開拓してくれますよ。いやいや、嬉しい嬉しい、ありがたいですね、これは。ありがたい、めちゃくちゃ発展してるんですけど、どうしよう。でもあっち側とじゃあこうなったらつなぎたいですよね。そろそろつなげないかな、あっち、あっちの観光客ね。新しく解除された施設、診療所を忘れずにご確認ください。休暇の予定が延長されたんだけど、誰か観葉植物に水をやってくれない？鍵はポーチの植木鉢の中にあるから。いや、診療所はね、建てましたよ、もう大丈夫です。診療所建ってるんで。これ何？あ、そうか、学校か。学校もう一個建ててもいいかもね。あ、でも建てたらお金がなくなっちゃうちょっとしばらく建て、あ、なんかこの横、あい、何これ。あ、そうかそうかそうか、消防か。都市では火災が発生します。火災による建物の全壊を防ぐため消防署を設置しましょう。火災発生時には最寄りの消防署より消防車が派遣されますが、火災現場までの到着時間は道路の大きさや都市の道路の持続性にも左右されます。なるほど。火災の規模によっては複数台の消防車が派遣される場合があります。建物が全壊した土地は新しく建て直す前に整地する必要があります。警察は都市を巡回し犯罪を抑制します。犯罪発生率を低く維持するために適切な場所に警察署を設置し、パトカーが要請に対して迅速に対応できるようにしましょう。
犯罪発生率は警察の巡回によって低下しますが、高い失業率や高い教育水準は犯罪を誘発します。あ、低い教育水準ね。はい、ということで、今回ですね、あとちょっとでね1000人になるんですけど、1000人になったら終了しましょうかね。1000人になったらですね、なってくれるのかな。ちょっとでももうちょっと住宅地増やしたりした方がいいのかな。もうエリア的にはね、ここぐらいですもんね、増やせるのね。小学校忘れずにご確認ください。小学校ね、小学校も1万だったよね、確か。高いんすよ、小学校予算が。建てれるけど、まだまだちょっと建てないですね。そしたらちょっと住宅地をもうちょっと建てましょうか。そしたらこちら側にもね、はい、ドーン。あ、失敗、処分しちゃった。じゃ住宅地にここもしましょうかね。工業地帯1個ね、なぜか建ってるので、この工業地帯ちょっといらないです。ここはちょっとごめんなさい。工業に指定してここを潰します。ブルドーザーでここをじゃあ潰します。で、住居にここもします。はい、いいんじゃないですか。で、こう外側ね、これ工業作ったら多分工業地帯でまた公害にまびれてしまうので、それはちょっと避けたいですね。で、工業地帯はこっち側にもうバーって作りたいですね。こっちはもう工業あまりしないような、ちょっとね、楽園的な街にしたいですよね。こっち側はね。あ、税収がすごい、めちゃめちゃ。あ、1000人になりました。はい、ということでですね、今回はここで終了したいと思います。はい、前回ですね、とんでもない街を作ってしまったんですが、今回のね、テリオンしてやばくないですか。すごいなんか整然として綺麗なね、街にね、なってるんじゃないでしょうか。本当はですね、もうちょっとここら辺の道路をね、まっすぐじゃなくてこっち側に行く道ね、これも作りたいんですけどね。まあその辺はね、ちょっと後日というか、まあ今作ってしまったら街壊すことになっちゃうんでね、なかなかそれはできないかもしれないですが、まあこのゲームね、まあすごい面白いんですけど、ここもうちょっとね、多分パソコン版もうちょっといけると思うんですよ、近くまでね。あと他のシムシティとかでもわかんないですけど、ね、いけるんじゃないですかね、ここよりも近くにね。これがね、もうちょっとカメラ的にいけたらなっていうのが、まあ一つあれですかね。あ、特殊施設、ちょっとこれまた後で読みましょう。それだけちょっとね、欲しいなっていう機能ですかね。はい、ということで、今回はここで終了したいと思います。どうも皆さんご視聴ありがとうございます。はい、またね、他の動画も実況しておりますので、再生リストの中からですね、また、興味がある動画がありましたら、ぜひ見てみてください。あと、チャンネル登録、グッド評価等もしていただくと励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。